小藩の戦いを経て、後北条の協力を得た討伐軍。これにより戦力が大きく増すとともに、この時代での後ろ盾を得ることができた。しかし、全ての勢力が味方に回ったわけではない。半兵衛らのもとに再び織田軍の情報がもたらされる。本能寺に大軍が集い、その中には魔王織田信長の姿があり、さらに戦界の猛将復帰も参陣している。激戦を予感させる布陣。出撃の名乗りを上げたのは北条氏康と孫策だ。魔王織田信長、戦界の猛将復帰。この戦いなかなか厳しいものになりそうです。時間を超えてきた奴らはここまで戦いっぱなしだったろうからな。ここは俺らが一肌脱ぐとする。せえ、魔王と千人が相手ならそこはねえ。熱い戦いを楽しもうぜ。兵は軌道なりってね。さあ出陣。ここまで兵を集めて狐狩りの施策か。なぜねえよ。こっちは未来を背負ってるんだな。さあ兵を。どうも仙人も俺が相手してやるぜ。教授よ。あれがダッキーに協力するもの。彼らは戦力を持つ。急ぐとしよう。相模の獅子に獲物を狩り尽くされんうちにな。Hey!
いとなりそうだ。よし、今だ。よし、行こう。ここで鉄砲を使っては。すまんな、宇治安。だが獲物はまだまだ残っているようだ。足りねえだ。残しておいたんだよ。では始めるとするか。虎と獅子の狩りを。あなたたちが見ているもの、興味あるの？
撃ち取ったぜ。やれやれ、終わったか。よっしゃ、熱い戦いだったよな。よっしゃ、いい戦だったぜ。話はかぐやのジオちゃんから聞いたな。うん、想像以上に事態が広がっておったわ。ラキキに何か考えがあるらしいんだが。で、だ、そろそろ俺ら君主同士手を結んでもいいんじゃねえのか。何かあった時、人間同士で争ってちゃ対処できねえからな。よかろう。まずは信長と氏康、孫を結ぼう。けどよ、すげえ火のつき方だったな、親父。いや、事故のようなものだな。光秀殿には無用な怪我を負わせてしまった。火薬さえなければ光秀殿も仲間となってくれただろうにな。楽勝楽勝。